ベリーハムを作ってみた。燻製の作り方。材料、豚バラブロック 1000g、 いつものソミュール液 500cc、 ブラックペッパー 2.5g、 オールスパイス 2g、 セージホール 2g、 ローリエ4枚、ニンニク2かけ、玉ねぎ中半分、ハムソーセージ用総合塩石剤 17g。 最初の工程、塩漬け。保存袋に豚バラ肉、ソミュール液、スパイス類、香味野菜をすべて投入。ソミュール液 500cc です。ブラックペッパー、オールスパイス、セージです。玉ねぎ、ニンニクスライス、ローリエ、材料をすべて投入したら、軽く全体を混ぜ合わせ、一旦保存袋の口を閉じます。総合塩石剤の使用量を決めるため、全体の重さを測ります。塩石剤は全体の重さの 1% 使いました。端数分は切り捨てしています。塩石剤を保存袋に追加して、全体を揉みながらよく混ぜ合わせます。その後、保存袋の口をしっかり閉じて、冷蔵庫に1週間保存します。1週間後、次の工程、塩抜き。保存袋から肉を取り出し、表面のスパイス類を洗い流します。ボウルに溜めた水にバラ肉を浸して塩抜きを始めます。この状態で時々水を交換して10時間程度かかりました。塩抜き終了の判断は、肉の端をカットして加熱し、味見で判断します。ちょっと薄味かなと感じるぐらいがちょうど良いと思います。次の工程、風乾燥。まずキッチンペーパーで肉の表面の水分をしっかり拭き取ります。肉の形成用の網を使ってバラ肉を丸めました。この時しっかり押さえたかったので、網を2つ二重に使いました。今は夏、気温が高いので外気で乾燥できません。そのためピチッとシートに包んで脱水します。輪ゴムで固定して冷蔵庫に1日保管しました。翌日、場所を屋外に変えます。燻製器に肉をセットし、電熱器で加熱し、燻製機内を60度にキープし、肉の温度を上げつつ水分を飛ばします。この状態で1時間乾燥します。いよいよ燻製です。桜のスモークウッドに点火し、燻製機にセットします。温度は熱乾燥同様に60度をキープします。この状態で2時間の燻煙です。スモークウッドが燃え尽きたら燻製終了です。燻煙が終わったらすぐにボイルの準備です。保存袋に肉を入れてボイルします。
70度に沸かしたお湯に肉を投入し、2時間ボイルします。2時間後、ボイル終了。お湯から取り出します。すぐに流水につけて一気に熱を取ります。熱が取れたら保存袋から取り出し、ラップをせずに冷蔵庫に24時間保管し、水分を抜きます。ボイルから24時間後、やっと完成です。網をすべて切り取ります。完成です。熱処理していますので、そのまま食べられますが、厚めにカットして焼いて食べるのがおすすめです。